災難なのだ、この数式は。何やら怪しげな雰囲気が漂っているわね。左辺と右辺でシグマの順番が入れ替わっている。そして両辺の値は異なると言っているわ。どういうことだろう。そんなことってありえるのかな。例えば M と N をそれぞれ0から2まで動かして、このような和を考えたとしよう。そして各項をこのように点で表すことにする。これらの項を全て足し合わせるには、まず N を動かして、さらに M を動かす。これで全ての項を網羅できたことになるのだ。そして今度はシグマの順番を入れ替えてみよう。ここではまず M を動かして、次に N を動かしている。これって要するに横に区切るか縦に区切るかの違いでしかないから、どちらの和も計算結果は当然一緒なのだ。まあ確かにそうね。でも、うわ、なんだこれは。よく見て、積んだもん。数字が縦と横に無限に並んでいるわ。一体何が起きているのだ。大丈夫、落ち着いて。試しにこれらの数を足し合わせてみましょう。有限和の場合と同じように、どちらの添え字を先に動かすかによって足し方が2通りあるわね。まず N を先に動かす場合は、1行目の合計は1となっており、他の行の合計は全て0になっている。ということはこの和は1となるわ。ふむふむ、なるほど。次に M を先に動かす場合は、1列目の合計はマイナス1で、他の列の合計は全て0になっている。つまりこの和はマイナス1となり、これらの和は異なる結果になるわね。そんなことって。また足し方は他にも無数にある。例えば M と N をそれぞれ K まで動かした時の和を考え、 K を無限大に飛ばしましょう。これはつまり正方形上の領域を徐々に拡大していくことになる。この正方形内の和は1とマイナス1が打ち消し合って常に0となっている。つまり結果は0となるわ。また違う結果になったのだ。足し算の順番によって結果が3つとも変わってしまった。なぜこんなことが起こるんだろう。よく見てみると、この中には1とマイナス1が無限にある。つまり正の項だけを足した結果は正の無限大になり、負の項だけを足した結果は負の無限大になっている。ちょっと特殊な状況なのかもしれないわね。確かに。ということは、全ての項が0以上の場合、これらを全て足し合わせた級数は一時的な値を持つように定義できるんじゃないかな。なるほど、興味深いわね。このように二重の添え字を持つ級数を二重級数と呼ぶことにしましょう。つまり今は正項の二重級数の値を定義しようとしているわけね。積んだもん、その値はどうやって定義する？そうだね、無限和を考えるときはやっぱり有限和から始めるのが基本だよね。さっきみたいに正方形上の領域を徐々に拡大していけば、その極限として無限和が表せるはずなのだ。あるいは三角形上の領域を拡大していってもいいね。この場合も領域を拡大していった極限を考えることで無限和の値が定義できそうなのだ。ふむふむ、興味深いわね。今の考え方を数式で表してみよう。正項の二重級数の値を定義するために、まず領域 FK に対応する有限和を考える。これは有限和だからちゃんと値が定義できてるね。そしてこの領域を無限に拡大する、つまり K を無限大に飛ばせば二重級数の値を定義できた、そんな気がするのだ。だいたいそれで良さそうだけど、 FK の取り方がいろいろあるのがちょっと気になるわね。FK の取り方に依存せずこの値が定まりそうな気はするから、そのことを証明するのも一つの手だけど、そもそも FK に依存しないように二重級数を定義できないかな。そう言われてもそんなの無理じゃないかな。じゃあこういうのはどうかな。二重級数を定義するために F という領域に対応する有限和を考える。そして全ての有限な領域 F に関してこれらの上限を取る。するとこの値は正の無限大も含めて1位に定まるわ。上限ってなんだっけ。上限というのは最大値に似た概念で、実数全体の部分集合 A について、 A の点がある値を超えないとしましょう。こういう値を A の上階という。上階はあれば無数に存在するわ。そして A の上階の最小値を A の上限と E スープ A で表すのだった。実数の部分集合が上に有階、つまり上階を持つ場合であっても、その最大値が存在するとは限らないけど、
実数の連続性から上限の存在は保証されるんだったわね。ちょっと二重級数の値の定義に戻ると、各項は0以上なので有限和の項を増やすと和の値が増えることはあっても減ることはない。なので無限和を上限で定義するのは直感的にも妥当と言えるわ。なるほど、これなら確かに足す順番を指定することなく二重級数の値が定義できてるのだ。そしておそらく今定義した成功の二重級数の値は通常の意味でシグマを2つに分けて無限和を取った場合の値に一致する。もしこの予想が示せればシグマの順番が逆の場合についても同じように値が一致することが示せるので、これらは全て値が一致する。特に2つのシグマの順番が入れ替わってもいいことがわかるわね。じゃあズンダモン、これを証明してみて。急に振られたのだ。とりあえずさっき定義した二重級数はシグマが1個なので S1 と置き、シグマを2個に分けた方を S2 と置くのだ。それでどうすればいいの？それじゃあ S1 が S2 以上かつ S2 以下であることを示すのはどうかな。なるほど、それなら確かに S1 と S2 が等しいことが示せるね。じゃあまず S1 が S2 以上であることを示すのだ。 S1 はシグマが1個の方だったね。これが S2 以上であることを示したいけど、いきなり無限を扱うのは大変だから、とりあえず有限の範囲で考えるのだ。こっちは無限個の足し算だけど、こっちは有限個の足し算だから、明らかにこの不等号が成り立つ。まあ直感的にはそうね。定義に従って示すと、この二重級数は有限和の上限、つまり最小の上階だった。右の有限和は左の上階を超えられないので、確かにこの不等号が成り立つわ。そういうことなのだ。あとは極限の性質を使うと、 Q を無限大に飛ばしてもこの不等号は成り立つし、さらに P を無限大に飛ばしても不等号が成り立つ。するとこの部分は S2 に相当するので、 S1 は S2 以上であることが示せたね。いい感じね。じゃあこっちの不等式はどうかな。 S1 が S2 以下であることを示すには、 S1 は有限和の上限だから、とりあえず有限和から考えよう。ここで F は任意の有限な領域とするのだ。これは有限和だから P と Q を十分大きく取ればこの不等号が成り立つね。なるほど、つまり有限の領域を大きな長方形で覆ったということね。まあそんな感じかな。またこの部分は有限和だから無限和である S2 を超えることはない。ここからどうするんだろう。任意の有限和が S2 を超えないということは、 S2 は有限和の上階になってるわね。 S1 は上限、つまり最小の上階だから、最小の上階 S1 は上階 S2 以下であるということになる。なるほど。君、いいところを持っていくね。以上から S1 と S2 は等しいというわけね。またこの証明では暗黙に S1 と S2 が有限であるかのようにお話を進めたけど、 S1 が有限ならばこの不等式により S2 も有限となり、 S2 が有限ならばこの不等式から S1 も有限となる。つまり一方が有限ならばもう一方も有限であり、一方が無限ならばもう一方も無限であることがわかるわね。さてこの2つは等しいことがわかり、同様にこの2つも等しいことがわかるので、これら3つの無限和は等しいことが証明できたというわけね。それじゃあ元の世界に戻りましょうか。ちょっと待ってメタン。どうしたの？ここまで各項が正であることを仮定してきたけど、負の項を含む場合はどうなるの？それは。ということがあったので、各項に負の数を含む場合についてもさらっと紹介していくわね。お願いするのだ。まず各項を正と負で分けましょう。 AMN プラスは AMN と0の最大値とする。つまり AMN が正ならば AMN という値を、0以下ならば0という値を取るわ。 AMN が正のところだけ取り出して他は0で埋めたって感じなのかな。そういうことになるわね。次に AMN- はマイナス AMN と0の最大値とする。さっきと違うのはここにマイナスがついてることだけなのだ。ということは AMN が負ならマイナス AMN、 つまり AMN の絶対値を取り、 AMN が0以上なら0という値を取る。まとめると AMN プラス AMN- は
それぞれ AMN が正のところ、負のところの絶対値を取り出して、他はゼロで埋めたものになってるね。うん、その通りね。したがって、AMN の絶対値は、AMN プラスと AMN マイナスの和で表せる。AMN が正なら、AMN プラスだけが残るし、AMN が負なら、AMN マイナスだけが残るからね。次に、AMN の絶対値を取った二重級数を用意しましょう。AMN は負の値も取り得るけど、絶対値を取れば負の値にはならないので、この無限和はこれまで通り、成功の二重級数になってるわね。この二重級数がある実数に収束する、という条件と、AMN プラスを足し合わせた二重級数、AMN マイナスを足し合わせた二重級数の両方が、ある実数に収束するという条件は、同値と言えるわ。なんでだろう。さっきのこの等式を使って考えると、絶対値の級数が収束する場合、プラスとマイナスの級数も両方収束しているはずだし、プラスとマイナスの級数が両方収束する場合、それらを足した絶対値の級数も収束する。っていうことかな。ざっくり言えばそんな感じね。ある二重級数がこれらの同値な条件を満たすとき、二重級数は絶対収束すると表現することにしましょう。絶対収束する二重級数に対し、その和の値をこのように定義する。AMN は負の項も含みうるので、左の級数の値はまだ定義されてなかったけど、右の級数はいずれも成功の二重級数で、これらは収束することが仮定されているため、これまでの方法で計算できる。つまり、正の項と負の項に分けてそれぞれ計算してから、再びそれらの値を合わせるってことね。なるほど、確かにこれなら今までの方法で計算できるのだ。実は、絶対値を足し合わせたこれらの3つの無限和において、どれか1つが収束するならば、他の2つも収束する。また、絶対値を外したこれらの級数も収束して、それらの値は等しくなるわ。さらに、正方形上の領域を広げていく方法や、三角形上の領域を広げていく方法、他にも、領域を広げて平面全体をカバーする方法であれば、同じ計算結果が得られることが知られている。ざっくり言えば、二重級数が絶対収束する場合、足し算の順番は自由に変えられるということになるわね。絶対収束する級数は足し算の順番を変えられる。それは通常の級数だけでなく、二重級数でも同じことだったんだね。これまで一般論をお話ししてきたので、ちょっと具体例を見てみましょう。ずんだもん、この式を計算してみて。はいはい、X と Y の絶対値は1未満で、この二重級数の値を計算すればいいんだね。とりあえず M と N に関するシグマを2つに分けるのだ。すると、ちょっと待って、ずんだもん、その前に調べることがあるんじゃないかな。あ、そうだった。じゃあまず二重級数が絶対収束するか調べよう。絶対収束性を調べるときはシグマを2つに分けてもいいんだったね。まず絶対値の性質を使って積の絶対値を絶対値の積に分解するのだ。そしてこの部分を移動する。ここで X と Y の絶対値は1未満なので、2つのシグマにそれぞれ等比級数の和の公式を適用できてこのようになる。つまり二重級数は絶対収束することがわかるね。ちなみに最後の式は明らかに有限の値になっているので、ここから逆向きに式変形していけば、もし発散していたらどうするんだろうと心配せず計算を進められるわ。補足ありがとうなのだ。さて、絶対収束することが分かったので、この二重級数はちゃんと計算の可能であり、シグマを2つに分けられる。あとはさっきと同じようにこの部分を移動して等比級数の和の公式を使うとこのような結果になるのだ。よくやったわ、ずんだもん。もともとは二重級数の和の値を計算するために有限和の上限を計算したり、正の項と負の項に分ける必要があった。でも絶対収束性の下でシグマを分けることができ、二重でない通常の級数の組み合わせとして計算を進めることができる。これはなかなか強力な手法ね。言われてみればそんな気がしてきたのだ。最後に初めの例を振り返ってみましょうか。ここには1と -1 が無限に現れている。これを正と負に分けると、正の項はこの部分に1が無限に現れていて、負の項は絶対値を取るとこの部分に1が無限に現れている。そのどちらでも全ての項を足し合わせると1を無限に足し合わせることになり、
計算結果は無限大に発散してしまう。絶対収束の条件では両方が収束する必要があったけど、このケースではどちらも収束していない。つまりこれは絶対収束しない二重級数の一つの例だったというわけね。ここでは正の無限大と負の無限大が同時に存在している、なんだか不安定な状態というわけだったのだ。今回は二重級数を扱ったけど、実は二重でない通常の級数でもよく似たお話があるわ。とある条件を満たす級数は足し算の順番を入れ替えることでその結果を自由に操ることができる。こちらの動画で解説してるので、よかったらチェックしてみてね。それでは皆さん、ごきげんよう。ではまた。